大垣市役所は、日本の地方公共団体である大垣市の組織が入る施設。旧大垣市役所四代目、旧大垣市本庁舎は、1964年3月に、竣工した建物であり、鉄筋コンクリート作りの4階建ての建物であった。しかし、耐震診断結果によると、井ずが0.18となっており、耐震性に問題を抱えている建物であった。このため、 2012年から大垣市新庁舎建設市民懇和会を開催し、現庁舎における問題点や新庁舎に求める機能などを検討した。その後大垣市は2013年12月9日に新庁舎建設の第一候補地を原本庁舎敷地及び隣接地と発表した。大垣市は2014年から大垣市新庁舎建設基本構想策定委員会を開催し、 パブリックコメントを経て、2015年3月に基本構想を策定した。これらを踏まえて、大垣市は4月30日より、大垣市新庁舎建設設計業務委託に関する公募型プロポーザル手続きを開始し、7月17日に代表企業最優秀賞として山下設計、優秀賞として大建設計、市内企業として最優秀賞として車戸建築事務所、 優秀賞として安田設計を選定した。この結果を踏まえて山下設計と車戸建築事務所の共同設計企業体と約2億円で契約を締結した。設計が進み、2016年3月には基本設計、12月には実施設計がまとまった。2017年7月には競争入札が実施され、12月に木立て、て 土屋特定建設工事共同企業体ほ課と受け負い契約を締結した。2020年1月5日に大垣市役所新庁舎完成会書式が行われ、翌1月6日から新庁舎が共用開始された。上石津事務所に設置されていた上石津地域教育事務所大垣市角股桜会館に設置されていた角股地域教育事務所は、 2020年3月に廃止された。ありがとうございます。